こんにちは、日野です、今回はですね、何をお伝えしようかと思っているんですけれども、今日の、 メルマガで書いたことでもあるんですけど、僕自身少し前というか先日、つい先日淡路島に行って、そして戻ってきたということで、自分の中では旅っていうのは一つこう、自分の中でいろんな意味で向き合う時でもあって、で自分を、非日常から日常を見て、自分という存在をまた見つめ直すっていうこともあって、で今回思ったのはリボーンっていうね、言葉が浮かんだっていうことを言いました。旅に出るちょっと前にリボーン、再び生まれ変わる、精神的に生まれ変わるっていう言葉が思い浮かんだんですけど、今回の淡路島行きっていうのは自分にとってはね、まさにそういう、いい機会をいただけたなって思うんですよね。で、少し自分の中で、ブレていたというのか、いろんなことに興味が湧きすぎて、いろんなことに意識がいっていた部分が正直あったんですけども、それをこの淡路島行きをきっかけに、まあ、その前から少し断捨離っていうのをしていく中で、自分がすっきりしていく、自分の精神的、心理的な部分でこう余計なものが取り払われていって、そしてこう明確になってきたものがあったんですね。でその中で、今回の淡路島行きっていうことで、リボン、再び、まあ、ゼロベースから新たな生まれ変わり、新たなスタートを切るっていう決意もありますし、その中で自分が焦点を絞って、そこにあとは向かって本気でやっていくっていうね、こう決意ができたように思うんですよね。でそのことを少しメルマガにも書いたんですけど、自分の中で焦点を絞ったっていうことですよね。焦点がいろいろこうよりどりみどりで、いろんなことをしようとしてたんですけども、それをもう絞ったっていうことです。自分の中で、絞って、その中で深めて、学びを深めていく。秋っていうのは、僕自身がねいつも言ってる春夏秋冬理論でいうと、今ちょうど秋の1年目っていうことで、まさに学びの時期なんですけど、いろいろこう目移りしてた学びがですね、焦点を絞って学んでいこうっていうふうになったっていうことですね。自分の中ではそれが今回ね、こう明確になりました。いろんな日々の現象を通じて気づかされることがあって、でそれが今回淡路島の流れの中で明確に自分の中で、今のこの仕事を深掘りしていこうという決意ができたなって思うんですよね。そのために学んでいく。ですから前から言ってるように、山田豊文先生の、細胞環境デザイン学 の中級講座を今年は、8月だったか受けますし、来年ぐらいには上級講座も受けたいと思っています。なのでそういう学びを深めながら、そしてそれを情報発信、フィードバックしてしていければいいなっていうふうに思っています。ということで、ね、共にやっていきましょう。結局自分が、やりたいこと、自分が、これだって思ったことを突き詰めていくのが、一番いいと思うんですよね。その中で、自分のオンリーワン、自分しか、出せない味を出していく、それでいいと思うんですよね。ということでね、あなた自身もぜひね、自分の道を極めていってください。そしてそれぞれのね、道を極めてやっていきましょう。今回は以上になります。ありがとうございます。